ここは大分自動車道山田サービスエリア。今日はプライスレスチャンネルのお二人と串谷カフェに行った後に宮崎県の秘境に行っちゃうよツーリングをやります。名前が長い。今日はね、銀河村っていうですね、なんか天体観測ができるちょっとバンプオブチキンってるね、そういった宿があるんで、バンプオブチキンって知ってます？行きましょうか。はい、皆さん、この方がですね、プライスレスさんって言って福岡県で結構前から元ブログをやってらっしゃる方なんですけど、僕の動画に出てくるのは初めてですね。その隣のがですね、ザーボンさんですね。僕はザーボンって呼んでますけど、そう、本当はザボンって言うんですよね。というわけで、この二人はずっと元ブログしてらっしゃるんで、リンクを貼ってますんで、そこから見てあげてください。よいしょ。ありがとう。じゃあ行きましょうか。はい、行きましょう。はい、というわけでですね、串谷カフェを目指しておりますね。はい、で、その串谷カフェまだオープンして1週間ぐらいなんですけど、なんかあまりに大盛況で1週間分の食材が2日で底をついてですね、なんか5日間ぐらい臨時休業してたみたいですね。すごいよね。はい、2日でなくなるって。すごい。カフェラテを満喫した我々はキャンプのある宮崎県に向かって南下しておりますが、そのサンアイレストハウスでね、インカムがね全然繋がらなくて、また 3,40 分消費するっていうですね。はい、まあこれあのライダーあるあるなんですけどね、電波環境が悪いとインカムってペアリングがうまくいかないんだなってちょっと勉強になりましたね。ありましたね。今日はですね、ロングツーリングなんで、ショーウェイの GT エアっていうあのこのツーリングメットをかぶってるんですけど、これはね、僕ヌーダ納車して2年間かぶってるんですけど、未だに頭に慣れなくてですね、30分ぐらいかぶってるとおでこもちょっと上の方が痛くなってきちゃうんですよね。アライのヘルメット持ってるんですよ、ラパイド IR。 あれは全然頭痛くならない。で、最初キッツキツで痛ってって言ってたシューベルトもスポンジが下手ってきたのが全然痛くない。僕の頭がショーウェイのヘルメットを拒否してるんです。これどうしたですか。これ痛いんすよ。もう2年間もかぶってるのにこいつは俺の頭を拒否する。だいたい2年ぐらいかぶったらさ、スポンジで下手ってくるじゃないですか、このヘルメットの中って。未だに一向にそれが垣間見えないんですよ。逆の捉え方をすれば耐久性抜群やね。まあね、お二人は洗いかぶってますけど、いてちょっと痛くなってきた長時間かぶってたらそういうことはない。入り口が狭い。あ、かぶるときね。かぶるとき。あ、そうね、確かにね、洗いのヘルメットはかぶっちゃうと快適だけど、かぶるときの入り口がきついって言いますね。あの脱着のときにそのほっぺたが滑ってヒリヒリするでしょ。そうそうそう、わかるわかる。でね、パラリンキとですね、ナップス福岡店さんにいてですね、あの新井の社員さんが来てらっしゃってですね、このフィッティングサービスっていうのをやっていただいて、もう新井さんに頼んでですね、そこ社員さんに、もう僕は XXL は絶対嫌なんで、この XL の内装をどうにかしてくださいって言って、内装をですね、いろいろとやっていただいて、僕の頭にぴったりな RX7X が完成したわけですよ。新井さん、ありがとうございます。ほんまに皆さんご存知だとは思いますが、ヘルメットは Amazon とかで買った方が将来安いに決まってます。お店店頭で買うよりね、まあ、下手したらね2割3割安い時ある、 Amazon の方が。でもね、やっぱりね、ちゃんと試着をして、そういったプロの方にフィッティングを見てもらって定価で買うと。まあね、多少はね、ナプスさんも安くはなってやるけど、大事なもんじゃないですか、ヘルメットって。ああ、ね、命も守るし、かっこいいし、そう、しかもね、僕みたいにね、こんな感じでね、かぶってて頭が痛くなってきたツーリングのね、楽しみも半減しちゃうわけですよ。うん、だからね、ヘルメットはね、ちゃんとね、お店でね、フィッティングして多少高くても買った方がいいと僕は思います。まあ学生の時とかはね、お金がないからね、しょうがないと思うけどね。まあ言うてもね、この今僕がかぶって頭痛いって言ってる GTR もですね、これも二輪館さんでフィッティングしてもらって買ったやつなんですけどね。でも痛くなるっていうね。だから僕の頭は省エネに向いてないってことがもう判明しました、これね。お、あと8分で作れないですか、こんなお話をしてたら。落とすなよ、落とすなよ。いやだ、マジ怖い。おしおしジャージ牛。お、やっと人が住んでる気配。自販機自販機、文明がある。こんなとこで文明が、人類の。よし、あと2分でヘルメットが脱げる。携帯利用できます、どこも。お、じゃあソフトバンクは？ソフトバンク1本立ってる。うわ。うわ、どこだ？なんだこれ、廃墟みたいやん、もう。廃墟やん。立ち入り禁止って書いてある。屋根もちょっと腐って落ちてますもん、ちょっと。本当よね、うん、これは確かに怖いって怖いね、逆に。バキッいきますよこれ。あー、でも登りたかったな。いや、結構な秘境を走ってますね、さっきからね。なんかもう自販機すら消えたね。レベル1が、ガソリンスタンドがなくなる。レベル2が自販機がなくなると。レベル3がもう民家と田んぼだけになると。ここはレベル4ですね。レベル4やね。あのもう道しかない。クモモンのなんか亡霊みたいな。怖いわ、意図が分かんない、あそこにいる。あの今日何日でしたっけ、4月の12日。4月ってこんな寒かった。この辺ちょっと標高高いからね、下界で行ったらこの辺はまだ2月ぐらいか。2月、うん、あ、自販機が、うわ、自販機あった。レベル3。うわ、レベル3になったね。めっちゃいい景色やん。わお、チャリだ、チャリ側さんや。チャリの旅、
おすげえ。しかも女性だ。しかも外国人さん。あ、来ました。ようこそ宮崎へ。ようこそ。やっぱ田舎って言ってもさ、多少人が住んでるこういった感じの雰囲気がある方がいいね。ああ、さっきみたいな、ね、本当に何もないところはちょっとただただ寂しい。梅、これ梅、梅、梅、絶対梅でしょこれ。これ梅っしょね。よし、梅の桜もうちょっとね、分かりやすくしてほしいわ。結構急だぞこの坂。うん、何このヘアピンカーブ。すっげえこの傾いてるよ道路が。何これ。わおわお、気をつけてね。おー、すごーい、すごい。どう、あんなところ橋かけたな。わあ。さあ、日の陰の古き良き町並みを横目に銀河村のキャンプ地を目指すのだ。しま、岩落ちるから注意な。一気に何もなくなったけど大丈夫な。ここを15キロも進むのか、こういう道を。本当に。あ、でもそうかもしれない。山の奥って言ったもんね。まあ、しかもね、ここは何と言おうと、ここは宮崎県だからね。アンテナがなくなった。1本しかない。やばい、ワクワクしかしてこないんですけど。イエーイ、これが宮崎ツーリングの醍醐味。いや、宮崎いいよね、ほんと。いいね。うわ、タヌキよ、タヌキよ、タヌキよ。あ、ほんとだ、タヌキなの。タヌキだ。マジでタヌキだろ。マジでモコモコしてたよ、かわいい。ちょっと待って待って、大丈夫なの、この道。グーグル先生はこっち行ってるよ。これ相当でっけえ石来たんだろう。これめっちゃひん曲がってる。ひん曲がってる。狭、ね、いよ。ワクワク感がドキドキ感に変わってきたけど。完全に圏外になりましたね、僕のソフトバンク。お、大丈夫かな、金田村。そう、たどり着けるのか。そう、圏外になってからが宮崎県の本番ですね、これ。13キロ、そのまままっすぐ。前行ってみ、みんな。ちょっとお二人を撮りたい。いや、俺めっちゃ今不格好やで。県道215線。てかさ、あと13キロあんだけど、ずっとこの道が続くの。マジで大丈夫かな。大丈夫大丈夫。まだガードレールがあるだけよしとしよう。うん、曲がりくねった道をゆっくりゆっくり行ってるから、 SN の水温がガンガン上がる。どんどん険しくなる。やばいね。なんかレブルみたいな250短期とはこういった道は走りやすそうだね。ああ、そうね。まだね、楽しいっていう気持ちが俺もあるけん大丈夫。うん、一回猫和くん乗ってる時に、あ、猫だ、にゃんにゃん、にゃん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 。うわ、すげえすげえ、壁登った。にゃん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 、壁登って逃げた。 S 線の爆音に驚いて逃げた。この辺さ、一切集落ないから、やっぱ完全に野生なのかな。野生でしょうね。お、スクールゾーンって書いてある。電柱いる。あ、これ廃墟だね、これ。うん、完全なる。でも住んでんのか住んでないか怪しいな、今のも。今のやべ、俺阿蘇のさ、ミルクロードとか走ってる時で全然テンション上がるんだけど。あ道が山からってきたね。山ってきた。コケムシてるし、しかも銀河村はね、我々以外に予約してる人たちいないみたいだからね。やばい、貸し切り、ね。うん、あの自販機すら消えてコケも生えるっていうのは、もうさっきの気温レベル4を超えましたね。ここは6ですね。お、車です。お、車だ。何やってんの、こんなところで。もうまだ車です。え、何やってんの。どこから来たの。あと何キロですか。 5.8 キロ。なんとまだ半分も来てません。何いや、こういったね、曲がりくねった細い道の10キロは本当に長いからね。もう地図見る限りぐねぐねや。わお、なんか屋根が見えるぞ、瓦屋根。屋根が見えた。でもなんか Google マップには何も載ってねえぞ。あ、何今。消された村。やっぱ寒くなってきたね。ああ、やばいやばいやばいで、やばいじゃない。さすが宮崎。宮崎のリスナーさんがコメントで教えてくれましたよ。夜の宮崎県は本当に真っ暗なんで、バイクでも車でも走るもんじゃないって言ってました。次は僕が先頭行きましょうかね。右から抜きます。やっぴ大事。ここは一人で走ってるととても寂しい気持ちになりそうだね。スカイロッジ銀河村、こんなものは本当に存在するのであろうか。一抹の不安を抱えながら3人は走る。本当それやつ。いや、もう廃業してたらどうしようかね。で、もう一回同じ電話番号をかけたら、お客様のおかけになった電話番号。いや、怖すぎる。うおー、ちょっとここ右の景色がやばい。うわもう谷やん。何これ。わお。ちょっと休憩しよう。うん、はい。田舎は早いよ。銀河村の管理人さんすぐ帰るって口コミに書いてあったよ。マジでやべえな。山の向こうも山、その向こうも山、さらにその向こうも山。カラスはどこに帰るんだい。
きますか。オッケー。現実世界を抜け出して全てから解放された瞬間って感じがするよ。お、なんかちょっと開けたね一気に。お、右がヒューガで左がウナモ。真正面すげえ、これ山の頂上やん本当。うん、向こうまで続いてるね。行きますか。OK、うん、県道215線、こちらです。スカイロッジ銀河村って書いてます。コナン君と金田一君が止まってないことを祈ろう。あいつらは事件を呼ぶから。あと 400m1 分。敷地内入った感あるな。入ったね、本当に人がいるのか。帰ってたらどうしよう。お、いるぞ、車が止まってるぞ。あ、よかった、よかった、人がいた、お待たせしました。やね、スカイロッジ銀河村やっぱ。バイクこの辺止める。こんにちは。我々しかいないんですよね。そうです。ワクワクしかしない。なんだここ。ワクワク。でもこれ夜になったら本当に真っ暗だね、うん、やばいね。ここか。おお、今切れかった。火の番人、ウォカライダー。任せたまえ。炎属性です。ザボンさんが向こう側でこっそり切ってくれてます。あ、あんなところにバーベキューをご飯を食べてる人たちがいる。突撃してみよう。NG 的なやつや。いや、肉しか映してないし。アスパラ兄貴見てる。アスパラ兄貴見てる。皆さん、ただいま真っ暗闇の宮崎県の秘境の中、我々は展望台に向かっております。もうすでに素晴らしい星空が見えますかね。多分真っ暗闇すぎて何も映ってないと思うんですけど。お、天文台着いたよ。いただきます。当時の環境庁の全国星空継続観察っていう、うん、まあ、コンテストで日本一の夜空に選ばれたスポットなんですよ。日本一の夜空。はい、日本一の夜空でございます。宮崎県は日本一の夜空なんですか。はあ。実は宮崎県内では一番最初にできた天文台で、昭和63年の8月に開館しました。ちょうどあの30歳ですね、お昨年迎えて。星は降ってきます、頭上注意。これが中越天文台のキャッチコピーです。おー。皆さん見えますか、これが天文台です。おお、なんかでっけえレンズが見えますか。皆さん、あれですよ。ちょ、暗すぎてあんま映ってないと思うけど。うわ、なんだこれ。なになになに、どうなってんの。うわ、これがすごいバズーカみたいなレンズですね。バズーカのレンズ。こちらがですね、はい、実は宮崎県内でも、はい、最大の大きさを誇る、はい、望遠鏡でございます。実は開館時に、今から30年前の時は九州で一番大きい望遠鏡なんです。何ですかこのコンピューターは。こちらはですね、はい、このコンピューターで見たい星にクリックをすると、はい、その星の位置に合わせてこの大型望遠鏡が自動的に動いてくれるんですよ。すごい。で、動いて、でその星に、望遠鏡があったら、その星の動きに合わせて望遠鏡も自動的にこうやって追尾って言うんですけど、星の動きに合わせて望遠鏡が動いてくるんです。これって1980年代の望遠鏡ですよね。実は望遠鏡自体は1980年代なんですけど、この、 追尾システムですね、はい、は最新なんですよ。これは最新のものを入れてます。今の 42.5 星なんですけど、はい、うおー、動いてる。壁が動いている。レンズも動いている。壁が動いてます。このメカ駆動音がたまらない。なんかトーチカみたいですね。皆さん、こんな感じで展望台にスマホをつけて光学200倍でスマホにでっかい月を写真を撮ることができます。ちゃんと月がオズモで映るかどうかちょっと実験させていただきます。お、お、映った。映る。皆さん見えますか、これリアルタイムの月です。80倍、すごい。リアルガチな月ですよこれ。うわ、天体観測はいいぞ。すごいね、すごいね、ほんとすごい。
キャンプ場も最高でしたが、天体観測も最高です。お客さんが増えてくれれば。嬉しいです。たった500円、510円でしたっけ、一人。え、いいんですか、こんな。安すぎませんか。Day 2. はい、2日目おはようございます。我々はスカイロッジ銀河村を、3名で貸し切って好き放題バーベキューとかして街を割って、で、これから2日目ですね。いやー、ほんといいとこ来たね。行くか。はい、はい、さよならおじいちゃん。また会う日まで。また会う日まで。